赤アンペルマン2005年7月ドレスデンにタオアンペルマン2005年7月ドレスデンにて土産物として売られているアンペルマンとは旧東ドイツの歩行者信号機で使われていた人の形のマークの名前アンペルマンは1961年東ドイツの交通心理学者カール・ペグラウンによってデザインされ検討の後1969年に 東ベルリンの都心に登場した。1970年には公的に歩行者用信号として認められ、次第に東ドイツ各地へと広がっていった。ドイツ際統一に伴い、当初は西ドイツで使用されていた信号機に置き換えられる予定だった。しかし、可愛らしいデザインに親しみを感じ、また歩行者信号機として優れたデザインであることを、海の親、 カール・ペグラウ博士と若きデザイナーのマルコス・ハックハウゼンがアンペルマンを救えとメディアにも働きかけアンペルマンの撤去を免れ現在ではドイツの首都ベルリン州の正式制定歩行者信号機となった2000年代の光源の LED 化に際してもデザインが承継され2015年現在では急にシベルリンも含めベルリンの80%以上の信号機が 東生まれのアンペルマンになっている。また、リューベック、ハイデルベルク、シュトットガルトなど旧西ドイツ各地でもアンペルマンを使用した信号機が設置されている。アンペルマンはステッカーやマグカップなど600種のグッズがアンペルマンベルリンから販売されており、ベルリンや旧東ドイツ各地のお土産として世界的な人気を博している。アンペルフラウ。 信号機自体は統一後のドイツの企画品である。アンペルフラウはアンペルマンの女の子バージョンとして、東西ドイツ統一後の2004年に登場した三つ編みの女の子がモチーフになっている。導入されたツビッカウシの交通標識製造会社がデザインしたものである。アンペルマンブック。 高橋徹コピーライトアンペルメン、ベルリン ISBN 978から42億6107万3263、ベルリンでさーて何を食おうかなアンペルメン、日本大使のブログ、ありがとうございます。